皆さん、こんばんは。あなたのお耳に外国語大学タフス FC ラジオ関東区です。私が、進行を務めます。マクチソンです。よろしくお願いします。そして、今日のゲストは。はい、国際日本学園2年のパクシエです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はパクシユさんに来ていただきました。パクシユさんは、留学生ということでいいですか？はい、そうです。はい、じゃあちょっと、どんな感じで東京外国語大学までたどり着いたのかっていう話を聞いてもいいですか？はい、まあ、ちょっと長くなるかもしれないですけど。はい。一応日本語を勉強し始めたのが、まあ、高2の夏休みぐらいで、多分高2のあれ高1終わってから冬休みに、まあ、初めて旅行行ったのが海外旅行行ったのが福岡だったんですね、うん、で福岡行って、まあ、日本語を読んでみたいな話してみたいなと思って、まあ、趣味で勉強しようと思ったんですけど、うん、まあ、なんとなく、まあ、勉強面白かったんでじゃあ、 まあ留学も行こうかと思って、まあ、それでここまで来ました。そんな長くなってねえし、まあ、だから高校生までは普通に韓国に住んでたんだよね。はい、そうです、うん、で高2から日本語を勉強し始めた。はい、そうです、うん、はい、でそのきっかけが高1の旅行と、はい、いうことですね。それ何旅行なの？家族旅行、その学校。はい、普通に家族旅行で、うん、福岡行ったら本当にあれ楽しかったんですね、うん、で楽しかったし、普通になんか読めないのがちょっと怖かったんですね。読めないから、うん、まあ、ここはどこかも知らないし、うん、まあ、どっか行ってもまあもっと楽しめると思うんですけど、いや普通に読めたらいいなと思って、まあ、勉強したんですね。なるほどね。そっか。だから海外に出るのはそこ、日本が初めてだったの？はい、初めてでした。そうなんだ。韓国から初めて海外出たのが日本だったの。はい。なるほどね。それはなんで日本を選んだかとかあるの？多分あれ、近いし、うん、多分あの時飛行機代も結構安かったんですよ、日本に。なるほどね。まあ、3年ぐらい前？3年ぐらい前ですね。そうだよね。そうだよね。その時にさ、福岡来てさ、何がいいなと思ったの？なんか雰囲気というか、あの福岡行って、あの夜にちょっと雨が降ったんですけど、うん、結構あの、漢字の看板とか、まあ、結構美しかったっていうか。何が？あれ、まあ、漢字書いてるとことか、うん、あれ、雨降ってるあの雰囲気が結構良かったんですね。へぇ。で、まあ、それでもう一回行きたいなと思って。雨の雰囲気？はいはい。じゃあ雨が好きなの？いや、別に雨は好きじゃないです。じゃないんかい。どういうこと、雨の雰囲気って？いや、わかんないですけど、多分あれ、初めての海外旅行だったんで、うん、多分あれのせいでもっと良かったかもしれないですね。よく見えたってことか、雨も海外。はい、雨もよく見えたし、なんか、いや、なんか雰囲気良かったです。なんとなく、うん。なるほどね。まあまあ、その感覚でね、そういう、はいはいはい、ふうに思ったんだ。福岡で何か食べたりした？なんか牛カツも食べたし、うん、ハンバーグも食べたし、お寿司も食べたんですけど、普通に牛カツが一番うまかったですね。牛カツ？はい。そうなんだ。はいはい。福岡行って牛カツ食べたのが一番残ってる。はい、それが一番うまかったですね。じゃあ日本来て、日本のご飯の中で何が一番好きで言うとさ、何の？日本の食べ物だったら一応お寿司が一番好きです。あ、やっぱそうなんだ。でもなんかそこまでね、食生活は意外とフィットできてないんでしょ？まあまあ、そうですけど、ね、
いや、一応、キムチさえあれば、なんとなく食えるんで、ねえ、いつまあ、もね。耐えてます。そっか。で、キムチも本当はもっと辛い方がいいんだっけ？はい、そうですね。一応今、韓国のブランドのキムチ、ちょっと見つかったんで、あれ食ってるんですけど、まあまあ、口に合って、まあ、うまく食べてます。あ、見つかったんだ。あ、はいはい。どこにあるの？その普通のスーパーとかにあるの？はい、なんか周りのスーパーでなんか入ってきて、まあ、へえ。それ食ってみたら、まあ、うまくて、今食べてます。ちなみに、なんてやつ？わかる？あれ？多分、チョンガっていう、あれなんですけど、お？チョンガ。はちょんが？い、多分あれ、韓国でも結構有名なブランドですね。そうなんだ。それはさ、味は同じできてる。はい、味は同じです。あ、そうなんだ。じゃあ、本場の味ってことだね。まあ、はい、そうです。それは何？韓国語で書いてある？そのパッケージには。多分そうですね。でも、キムチとかはまあ日本語で書いてるんで。あ、そうなんだ。はい。なるほどね。すごいね。いいね。いい情報知ったんじゃないですか。俺も今度探してみるわ。あ、はいはい。でもさ、単純に今日本来て、2年？多分、入ってきたのは、去年の5月ぐらいなんで、うん。1年して1ヶ月ぐらいですね。あ、そうなんだ。じゃあさ、そのみんなが入学するときにはまだいなかったんだ。はい、あの時、コロナで、ビザが取れなくて、うん、うん。ちょっと遅く入ってきました。あ、そうなんだ。でさ、多分、聞いてる人、知らない人はみんな思うと思うんだけど、日本語うまいねっていうふうにさ、思うと思うんだよ。ね。いや、でもまだまだ足りないですね。ああ、そうなんだ。え、じゃあさ、例えばはい。練習中とかにさ、わかんない言葉とかある？いや、去年まで全然なんかわかんなかったですね。なんあ、かサイドアそう。フとか、なんかそんな言葉ってあんま韓国で使わないんで。サイドハーフ？はいはい。なんなかんてそ言れうとか結構、なんかサイドミッドフィルダーみたいな感じで。の？ハー言うんフっですてけ言葉も使ど、わないんだ。あ、はいはい。うんうんで、全然聞き取れなくて、最近は、まあ家帰ってきたら、まあノートとかで、ちょっと韓国語で、まあまとめて、まあ一人うん。うん。で勉強してます。なるほどね。え、じゃあさ、俺がさ、結構、思うんだけど、いつも。うわ、シュー、これ今の俺の言葉分かったかなとかって思うんだけど。それは結構ある、分かんないことは。や、最近は、ほぼ全部聞き取れるんですけど、うん。多分こいつなんで急に笑うんだって思ったら多分あれ聞き取れなかったです。あ、なるほどね。あれ笑っは。てる。あ、分はい。かりやすいね。そう。なるほどね。笑ってたら、聞き取れてないんだ。ああ、はい、そうです。OK、了解。ちょっと覚えとくわ。え、じゃあさ、どうやって勉強したの？日本語。あれ、日本語の塾があって、うん。そう、あれ、留学を、まあ、留学専用っていうか、まあそういうふうな、まあ、日本語塾があって、そこで高2の夏休みから勉強し始めて、まあ、入試も勉強したんですね、一緒に。うんうんうん。留学の入試も一緒にやって、まあ、塾で勉強したというのも入ってきたんですね。え、それでさ、まあ、筆記でこうやって日本語を勉強したってこと？それとも、こう、対話形式の授業をやってたってこと？多分、対話形式ではないですね。多分、試験のための勉強ですね。入試のため。いそれでそんな喋れるようになるんだ。や、僕、去年まで全、いや、去年の、多分、入ってからは全然喋れなかったですよ。マジで。2ヶ月ぐらい、まあ、聞き取れもできなかったし、喋んなくて、2ヶ月が本当にきつかったですね。じゃあその2ヶ月からここでなんでそんな伸びたの？多分僕、なんか喋ったりするの好きなんで、ね、うん。まあよく喋ってて、まあ喋れば伸びますよね。その喋るきっかけは何だったの？だってさ、あんまりこう喋れないからさ、はいはい。なかなかこう出てけなかったりもするわけじゃあ、はい。ん。うん。なんでこう喋ろうって積極的になれたの？
いや、僕はもともと友達と喋ったり、笑ったりするのが好きで、普通に日本語喋れるようになったら、そうしたかったんですけど、2ヶ月間一人で練習したりして、その後なんとなく喋れるようになって、どんどん上手くなったんですね。それはリクとかと喋ったの？あ、はい、そうですね。リックとか、同期たちみんなと一緒に喋ったんで、めっちゃ覚えました。それはさ、最初はさ、どんな会話で入る？最初の内容、話す内容。最初は何が好きとか、韓国で何やったっていうことから始めて、どんどん行くんですけど、多分最初の2ヶ月は、あれから話が進んでなかった気がしますね。なるほどね。いや、はでい。もやっぱすごいな、それは。だって1年でしょ。俺もさ、ドイツ1年住んでたけどさ、あ、はい。現地の人とこうやって会話なんてできないもん。いや、全然できないよ。いや、一応、今、サッカー部で、天才役、勤めているんで。あ、天才役務めてるらっしゃるんですね。あ、ちょっとはい。認識してなかったんですけど。一応、天才をやられてる方なんですね。あ、はい。ああ、なるほど。はいはいはい。了解です。それは初めて知りました。ということで、これで一応ね、時間がね、10分ちょい過ぎたんですよ。なので、だからちょっと最後、シユから、一あ、言、はい。言いたいことを言ってもらいたいなと思うんだけど。じゃあ、日本語あ、版はい。と韓国版、語版といける？あ、はいはい、いきまうん。おす。願いします。はい、来年から兵役なんで、一応、今年、もっと頑張って、スタメンまでいけて、いいこと、いい、年にしたいですね。サッカー部員として活躍していきたいです。よろしくお願いします。はい。어 대전에 군대를 가게 되는데 우선 축구적인 부분 좀더 발전할 수 있도록 하고 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 아, 나るほど。やべ、そっはち新鮮に感じちゃうわ。しゅう、俺、韓国語喋れたんだって思っちゃったわ。素晴らしいです。ありがとうございました。ということで、本日の関東区は、ここまで。ということで、お送りしましたのは、私、アンジョンファンと、はい。ソンフミでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。